おはようございます。今日の話は好きとネットを接続するとあなたにお金が降ってくるという、立花武さんの本の中から情報発信している人は1万人に1人という話です。情報革命前の世界ではですね、情報発信ができるのはテレビとかラジオとか新聞とか雑誌とか、マスメディアだけだったんですね。それがですね、インターネットの登場によって、いわゆる情報革命によってですね、世界は一変しました。これは誰でもがですね、全世界に向けて発信することができるようになったんですね。これはスマホの力が大きいと思います。で、個人でですね、情報発信しているという比率はですね、1万人に1人ぐらいのイメージだと、これは立花さんは言うんですね。そうすると、いや、そんなことないだろうと。スマホはもっとたくさんの人が持ってるし、パソコンも使ってるし、Facebook やインスタのアカウントを持ってる人もっといっぱいいるという人が思うでしょうと。 Facebook のアカウントを持っていても、ほとんどの人はですね、自分の友達に向けた近況報告や個人的なつぶやき程度のことしか書いてない。またそういうブログをやってる人の多くがですね、日記とか雑記のような個人的な日記を綴ってます。で、そういうものというのとですね、情報発信は全く違うんだというんですね。それはどういうことかというと、友達との交流というのは情報発信ではないということなんです。それは情報発信している、それで、その友達と の情報比率というのは1万人に1人という話になっているわけなんですけれども、どこが違うかというとですね、情報発信というのは、交流というのはもう友達との交流ですけれども、情報発信というのは、投稿者の友達や知り合いはもちろんですけれども、第三者が目にしても役に立つ、仕事や生活に活用できる、そういう価値ある情報のことを言うんですね。だから情報発信というのは、自分持っている価値を他人に提供することを意味しているわけです。だからこそですね、今猛烈なチャンスがあると、みんなやってるように見えてですね、情報発信というのをやってる人っていうのは本当に1万人に1人ぐらいのイメージになっているんですね。そもそも情報発信と交流の違いは、これは私が書いてあるんですが、 Facebook で言うとですね、投稿の共有範囲を公開か友達限定にしているかの違いなんですね。友達限定の情報なら自然的にプライベートのことが多くなります。家族のことを乗っけたりですね、旅に行ったりとか、そういう日記的なこともあります。セキュリティの問題からも怖がってそういうふうにしている人はいると思います。しかしですね、公開設定にするとなるとですね、人に役に立つような有益なですね、情報を出す必要があるんですね。むしろパーソナルのことは出さないと。そしてまた自分をパーソナルブランディング、ブランディング化するということも大事な要素になってくるという話です。じゃあ今日はこれで終わります。